こんにちは、マカイヤーです。今日は百十一回目ということで、記念すべき百十一回目は。またもやインセクター佐々木さんをお呼びしました、はい。どうぞよろしくお願いします。えー、え、もうもう緊張してよ。<laughs> どうどうしました。インセクター。自動的に五分ぐらいするとエンジンかかるので。の、えー、いや、だからね、その婚活しよう時第一回を去年の八月にやったじゃないですか。ま、ねはい、あ、あれが割と評判も良くて。<laughs> ただ評判はいいんですけど、うん、そのだいぶその積み残したたがあったわけですよねそれでまあ2回もやろうということででもなんかどうしようかっつって3月にやろうかでも3月は割となんか予定もいっぱい入ってるしどうしようかっつったらインセクターがすごく寂しそうな顔をしたんで <laughs> <laughs> じゃあまあちょっと啓耳のね啓耳な感じもあるし3月にやろうかっていうことでまあやろうかっていうことで。 いろいろ準備をしてたらまたもやですねネタがいっぱいになってなんか今回シライド140枚とかあるんですけど絶対これ2時間に収まらないんでまあ多分1.5回分ぐらいあるんですよそうですねそういやまあそこはね3回3回目はどっかまたね年末か来年ぐらいにやるのがよしかなと。 まあまどうせ夏は来るしなっていうふうに、はい、考えてますけどはい、はい、なんか元気ないですね <laughs> さっきまで元気いっぱいだったどうしました行けます行けもう行けますもういけ <laughs> 大丈夫ですかそんなあ髪や髪や切りました神谷切りましたよちょっとねさあそんなわけでえー、っと 次回の放送が公式放送になったんでちょっと宣伝をさせてほしいんですけど次回ですね3月20日水曜日再来週ですねこれちょっとみんなの都合で出演者の都合で日曜日ではなくて水曜日なんですが、えー、映画「バンブルビー」公開記念「トランスフォーマー講座」ということでタカラトミーの大西さんとイラストレーターの中村先生をお呼びしてやります、えー、ありがとうございます。 はいなんで公式なのかっていうと時代がマクガイアに追いついたからはい正解です <laughs> 正解です <laughs>、まあ、せっかくなんでねなんか公式にしてもいいかってドワンゴに聞いたら「いいよ!」って言われたんでこうなったということでねただこの公式放送はそのチャンネル内の放送ではないんですよなんだっけ枠、えー、枠がが、はいはいはい、最初のの時間だけ公式放送っっていうことで枠が、まあ、どっかその ニコナワの多分トップページから見れるとあ<え>上のうんこ目かあ上のうんこ目か,、はい、から入れるとそしてはい、えー、残りのまあ後半1時間はチャンネル放送で有料放送になると前半と後,後半で放送ページが異なりますのでご注意くださいとえいうことでしたよろしくお願いしますさあというわけで<あ>本題はありますかあ <laughs> まあねでもバンブルビーもね ちつながりです。さあなんか全部テーマ繋つながってると,いうともう最近昆虫がねもうブームということで <laughs>、はい、これは前回も使った婚活の画像ですけどまああと去年はヒアリの話題もいっぱいあったもうみんなヒアリのことを忘れたかもしれないがでも着々と日本はヒアリに占領されつつあると。 そうね、いうことですね。ヒヤリ警察も復活みたいなことで、<laughs> ヒヤリ警察復活。さら <laughs>、ね、に昆虫を食べて、えー、クビになるアイドルも出るし、ねえー、昆虫食の自動販売機も <laughs>、えー、出た。これずいぶん売れてるって言いますよね。これなんかニコ生で二十四時間中継してまして。あ,あ、そうですか、ね。ああか補充が追いつかないとかいう話を聞いて。ああそうなんだ。ええ、だってチョコレートかけとかなんでしょう。なんか。 カブトムシまんまとかはね入ってないと思いますけどねいやなんかですねですコオロギにコオロギをチョコレートでコーティングしたのがあってあ<ー>割とそれはほらチョコレートかけポテトチッ,チップスみたいな感じで割とサクッ <laughs> 甘みたいな感じでいけるとんか割とそれは美味しそうだと普通に美味しそうだと思うんですけどそしてですねさらに、えー、ゾイドも、えー、無事 <laughs> グソックが発売され えー、キャタピアも発売されたとまだ僕実は作ってませんが買っただけで今昆虫が世界中大ブームというわけなんですよ。はい,は,いはい。世界中。えー、そこでですね今回は一応三部に分けましたまず虫捕りの実際ということで、はいえー、これはまあ、えー、春夏秋冬の虫捕りをの実際を佐々木さんに紹介していただくと。はい。 でさらに前回からの積み残しの話題としまして漫画映画文学の中の虫ということで、まあ、いろんな、えーまあ、作品の題材になってるわけですよね。はい、それにつついいててちょっと,ちょっとずつ紹介していくとでこの「サンバの昆虫教習所」っていうのがですねなんか割と、えー、いつまで準備がもういつまでやっても終わらないっていう感じでちょっと今週なんかボールアウトもできなかったんですけどすいや <laughs> いやいやいや。 佐々木さんがねすごくあのやる気たっぷりなのに今すごい緊張してるじゃないですか。言わない。これはえ佐々木さんこれはあのクイズ形式でやるんですか昆虫教習所ってうそうですねぜひ名前つけたのも佐々木さんじゃないですか。はいはいはいつまりおお面白いクイズ形式でみんなのためになるような昆虫の豆知識を身につけてもらうみたいなやつですか。役には立たないが笑ってくれっていうことです。<laughs> <laughs> そうなんですか。 えそれでですねなんと今回はですね、えー、ちょっと関係者観覧で何人か来てまして志麻、えー、さんをここに出てもらおうかと考えてますので「えハードル上げるのやめたけ <laughs> えれ有でさんも見げるかもよ」と <laughs>、ね。ねえでもこれはねだからそのクイズつまりこれ全部題材を出したのは,はい、はい、佐々木さんじゃないですか。 そうです、ね。でも、僕、その、このスライド、をパワーポを作ったの、は僕なんですよ。はい、だから、両方とも、このクイズの答えを知ってるんで。誰か、クイズの答えを知らない人を読まないといけないと、と、ねはい、いうことです。そうです。島さんを見るには、金がいるんです。そうです。<laughs> そう女を見るには、金がいるとか。島さんには、すっかり悪いし。どう <laughs>、というわけで。じゃ、あ始めますか。始めましょう。はい。 この虫取りの実際ということで,はい、はい、でこのですね最初レジュメが遅れてきた時にこの虫取りがひらがなだったんですけどやっぱり何通りかにとってほしい意識的に使い分けるしかないですから。 まあ、虫捕りの鳥が漢字で3種類ぐらいあって最初のこのね取捨選択の鳥は単に駆除や排除の際に使うとはい、はい、単に取るだけと一方で捕獲の方は捕獲後に何らかの目的に供する際に使うと、はい、はでこの最終の際を当てた虫捕りはこれはなんかその俳句の記号にもなっててまあ短歌が俳句短歌の記号にもなっててそのにもなってて。 平安時代に、はい、そのまあ天乗人というか偉い人が、はい、その詩とか俳句とかの話題にするために宮中に祀つるために取ったことが語源となってると。とまあ一応3種類ぐらいあるけれども、はい、これは佐々木さんはインセクターは何の字が一番いいと思うんですか で今はその2番目か3番目、まあ、虫を漢字で書いて使うことが多いですけど、はい、まあでも昆虫3種の字に3番目使うことが多いですからね今多分3番目が一番一般的じゃないかなどあとは今 SNS の流行で撮影者も相当 <あ>多いわけですねインスタグラムであるとか。単に駆除や排除に。そうです。写も、写真に当てる。活の字を当てる人も、ああわざと当てる人もいますよ、ね。ああ、インスタみたいな感じですか。<laughs> <laughs> なるほど、虫取り。<laughs> それは、その自然を守るために、写真を撮るだけにしとこう、じいないやつですか。<laughs> ああ、でも考え方いろいろありますけどね。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。 あと、これは割と有名ですけど、虫も一応二種類感じがあると。でも、昔は、この虫虫虫の、その難しい方の虫が最初あったっていうことなんですよね。そうですね。それぞれ由来があって、意外と全く別のものをもともと表してたりっていうこともあるので。うん、でも、なんか今は、その簡単の方の虫は、いわゆるその羽がい、はいはい、まあ2ついか、二つ以下、二つや。 で足が三椎ある昆虫で、えー、この虫虫虫の方は、はい、まあそれ以外の節足動物みたいな感じになってますよねそうですよね<あ>はいはいあのダンゴムシとかサソリムカデみたいなものまで含めて虫だからグソクムシはこの虫虫虫の方みたいな感じでそうですねそうですねそうです あの、ね、虫師とかいうタイトルにはこっちを使ったり、ね、あれこっちじゃないです、ね。大目もこっちの虫使うし、そうもも,ももそうでしたね。確かに確かに。で、あとこれはイ、e、ンセクターからもらったんですけど、その漢字の語源ということで、で今回もあの婚活みたいなことを看板に掲げてますけど、はいはい、あの婚の字ってよく考えてみると何だかうわかんない。はいね、左側の、はいはいはい、そうです元は。 その金文といったの古い形の字を辿っていくと、左が、えー、昆虫の甲の,の字、カメの甲羅に書いて占うらな骨文字みたいなそういうことあれより時代が下ってくると、青铜器の表面とかにはこういうものが刻んであったりするんですけど、それぞれ左がコンで右があのち虫の字の元ですね。虫の方は蛇が語源だったんですか。そうなんですね。ねどっちが昆虫っぽいかって言われると、むしろあの左の 甲羅みたいな胴体から足がこう何本か出てる感じでで右の「今虫です」って言ってる字の方はこれヘビですよねあーあーなるほどなるほどそれがまあこんな感じでまあ虫になってったといそうですそうです <あー S 2> 今じゃあもっぱらそのもっと広い意味をとってたヘビ含みの虫の方がもう中の字になってしまって <うん S 2> 左側の画像の虫二つってのは何なんですかこれは,は であの例えば木、森、林とかのはい、はい、木の数で変わる文字ありますけど、はい、ああなるほどなるほど元は虫二つくっつけてこんの字っていう話があって、えー、そうなんです、ね、あそういうその説もあるははい、はい、えー、でその今じゃあそっちのこんの字の方は他に何で見るかコンのコンとかでしか見ないですよねああそうです、ね、今は数がおびただしい ことを表すこの字になっっててしまってますけどなのでえー、昆虫というと本来はこの左の虫虫の方はなるほどね右もうちょっといいですかこの話はちょっとだけいいですよいや蛇って、えー、例えば「マムシ」という種類の名前は名で残ってますけどあもともと虫の一つだと虫の王様なので。 真ん中のマの字に虫がくっついてあるま虫ですね。そうですね。今コメントだった虫編のある感じとかも。相当いますよね。<うん S 1> あのタコとかも虫編。<うん S 1> あれはもともとは。あれですね。あの中国だから芦田加群馬のことを言ってたんですけど。そうか。 虫編がある漢字は昔虫の一族だと思われたものだそうですもっと意味が広かったことを客に表していると言ってもいいしああ魚編に弱いと書いてサンマみたいな感じでイワシイワシあ,あイワシだ <laughs> イワシみたいな感じ騙されたとかって <laughs> うんうんとか言いそう,そう魚編にダルビッシュ優と書いてマグロみたいなやついやいやいやああそうかそうかそうそうそう,そう,そう漢字がね俺ちょっとアメリカ育ちなんでね漢字が苦手 <laughs> マグロも魚へにダルビーして言うって覚えてたんですよそうかそうか本当にそう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 ですそっかそっか魚へに弱いと書いてイワシはいはいかそっかそっかさサンマなんだっけサンマ魚へえまあまあそんな感じのがその虫にもあるというやつです、ね、そうですそうです <laughs> うん。もっといろんなもののことを虫と言ってたがまあまあ今こんな範囲ですよということですねそうですね なるほど。というわけで、あこれか。これはまあいろんなそのあさっきの金文のいろんなもんで、はい。いろんな古い字結構可愛い,いもんだよなってうそうなんかチンコみたいなのがあります、ね。そうみんなこれ気にすんだろうなと思って、<laughs> もうチンコしか目に入らない。こっちから言う,うまいと思ってたら <laughs> その人が言ってしまった。<laughs> <laughs> 心心はチンコだったんですか。これね、はい <laughs>。心臓の形だと言いつつ、俺やっぱりそれにしか見えない、ね、ううそうそうそう。 心臓ってこんな形じゃない。でしょ <laughs>、ね、どっちに似てるって言われるとね。えー、あの上の列にやっぱり虫があって。魚亀みたいな。結構みんな可愛い形をしてて、なんか。好きな金文体コンテストみたいなのをやった時のリストなのかな。確かにああ。なるほど。そうそうあ、確かにジョインっぽい。ジョインっぽい。ジョイン。そうですね。そう,そうそう。あ なるえ魚園に三ってアジでしょう。あマイルの字ですね,ねはいはい。ねえイワシじゃないよね。まああ三三馬か。<laughs> あそれそれです,れですアジイワシ。<laughs> ね、寿司屋の指名コンテストとか、ね。そうです、ね、<laughs> そうです、ね。じゃあこの春の牡牛。はいはい。いうことでこれ全部佐和希さんがお取りになられた。あそうですね。あ近ごく近所ですね。いい写真撮るじゃない。<laughs> いい写真撮る。 ただ意外と自分の写真を複数並べてみることってないのでこうやって見るとなんか意外な感じしますよねすこの左側とかもちゃんといい写真撮ってやろうぜみたいな感じますかあのいかに慌てて撮ったかというのはこの地平線の傾き方でわかるえそれはわざとなっちゃったんですおちょうちょいっぱい来たと思ってそうな <laughs> 走ってったんですよね割と,割といい写真撮ってやるぜみたいな気合を感じるんです春も春でやっぱり4月の頭から真ん中の 姫岐不調なんていうのは出てきますね。もう下手すると3月最終週ぐらいにはもうこれが地元で飛び始めるので、やっぱ春の代表ですね。なるほど。だってこれえこれ魚眼レンズっていうかまあワイドワイドですか？魚眼ですね。すニコンの10.5ミリの魚眼というのがあって、画角は広いし、あとはものすごく寄れるんですね。ああじゃあワイドマクロで撮ってやるぜみたいな感じで,でそうですそうです。やっぱり背景まで入れてやろうと思うと。 なるほど、もう気合が違うじゃないですか。暇なんですかね。そして、えー、これか。これは。これは何なんですか。これ、逆にその何の類かというの、こうお聞きしてみようかなと思ってたんですけど。え、これは、ってクワ型じゃないですよね。 これはでも、あなた鋭いです、ね。<え>触覚見るとクワガタですよね。え,え、じゃクワガタ、あ、クワガタなんだ。あの、ちっこい、この、これがついてます。よねアゴンがついてます。はい、はい、ついてます。はただ、色は、は、こんな色でしたっけ。なんか。これはね、コルリクワガタって。っあ、そうなんですか。はい,はい。アフガイアの親戚だって、なんで。<laughs> <laughs> あ、じゃあ、ルリ色だから。コルリクワガタ。そう,そうです、そうです。こがつかないルリクワガタもいるし、まあ、何種類かこの類いるんですけど。まだ。 山形にこれを取りに行く頃には雪がまだ地面に残っててこれとあとはもう一種セミが鳴いてますねエゾハルゼミって,ってなめちゃめちゃな風景ですよねクワガタが飛んできてセミは鳴いてるし雪があって水辺には水芭蕉が咲いてるみたいなよくわかんない感じになってるわけ小島瑠璃子がなるほどって <laughs> <laughs> えでもこれもいい色ですよねなんかすごい綺麗ですね そうそう。でやっぱりうちっちゃいんですけど、やっぱりこの色が良くて、えー、春はもうこれ取らないと始まらない,ってい人始まらない。あ、うん、多いですよね。なるほど。確かにこれは小島瑠璃子にプレゼントしたらうわっすごーいって <laughs> もう一年後あったら忘れてる感じです、ね。あと春の虫。あ,あそうそう。ちゃんとイモリもいますね。<laughs> あの子供たちとね近所の子たちとよく一緒に虫取りに行くことあるんですけど。 そうそう、あの池の、まあ氷も溶けて、えー、ルート上の雪もなくなると、こういうものを救いにようやく行けるようになるっていう、うん。なるほど、え、これはタガメですか、ゲンゴロウですかね。え,えっとですね、ガムシとかゲンゴロウの類と、あ,<ー>あとはコウイムシってあの背中に。卵を背負ってる、タガメに近い,はい、はい。そ,とにそ,うそうそう、あれが入ってるはずですね。なるほど。 でもなんかこのいう水性昆虫は今絶滅の危機にあるとかすごい話題じゃないですか,か、はい。やっぱり水質って農薬とかまあまああの汚染ですぐ汚れてしまうし、その中に暮らしている連中ったら一番先にダメージ食らうのでなかなか最近ではねあちこちで見るわけにいかなくなりましたね。なんかこの最後にちょっと公家の話をしようかって言ったんですけど。 なんかもう都内でコウイムシは皇居にしかいないとか <laughs> いないのでもうあそこが最後の聖域みたいな種類ってのは多いですよね <laughs> なるほどでこそっかコウイムシの画像を出してみんなからなんかグログロって言われるやつを用意たった <laughs> っ失敗したなあのしょってるのはオスっていう話とうしたかったですね,ししね次回やりましょう オオイムシっていうのはまあ水性昆虫なんだけども、はい、その背中に卵を背負ってるんですよねその卵の背負い方がちょうどハスコラみたいになっちゃう,う,やつ <laughs> うメスがオスの背中に卵をこう並べて産みつけてでもね本当にもう絶滅しそうでちょっと そう昔はそうなんかコメントありましたよね昔はやっぱり田んぼとかがあったんではい、はい、そういう水生昆虫の天国だったわけですよね田んぼ日本も用水路もあとは溜め池がそもそもその上流にありましたから、はい、やっぱりバッファーになってたんですねものが。でもまあ農薬もそうだし、はい、そのどんどん田んぼが都内では潰されるしで、はい、ちょっともうそんなのはいなくなっちゃうっていうなかなかつらいつらいとこですよね。あ 水生昆虫がだから高くなるしね、あの買おうと思うと。そうですよね、あんなのちょっと飼えないでしょう。普通の人だ。テルウキもタガメタガメってだから取れないから騒ぐわけですよ。うんうん、<laughs> 珍しいもうなってしまいましたね。だってあの水生昆虫を家で飼おうとしたら、はい、それ専用のその水槽を作るしかないじゃないですか。<laughs> なんか魚と一緒に飼えないじゃないですか。うんうん、食べますからね、大概 だからもう本当にマニアしか水生昆虫は飼えないしはい、はい、あんなのはなんかねキープしてるだけで繁殖難ししいでしょできなくはないけど。繁殖する,る人いるんですか水性昆虫いますけどね、うん、ただ幼虫期がいかんせん長いというのもあるしあ<ー>、えー、タガメはまだ不完全変態といってサナギの期間がないから楽ですけど<ー>ゲンゴロってやっぱり岸に上がって土の中でサナギになったりっていうところまでケアしようと思うと。 水槽にやっぱり土盛り上げて片側キープしなきゃなんないしまあめんくさいですね,あねダニがいっぱい入るんですよ <laughs> なんか片側陸にすると <laughs> 聞いたことあるあなたやってたの聞いたことあるそうそう俺昔やってて <laughs> それでそのなんかねその半その水を水槽の半分だけ入れて、はい、片側陸地にしてで上から水降らしてちょっと滝みたいな感じにするとすごく癒されると思ってやったら写真で見ると,、ね、とかっこいいですけどね 外かちょっと離れてみるとあ癒されるわとか思うんですけどささち,ちょっと近づくとなんかこの水とその陸地部分の境界になんかちっちゃいダニがもういっぱいいてああ <laughs>、ね、<は>っ,っびっくりしました、ね、結局土湿らして部屋の中に置いとくなんて結局ダニ飼ってるようなもんですからねそう,そ,そういうことですね,そとねこんな水生昆虫も本気で飼う人って本当大変だなとかそうですね,ね あとこれかあとで夏の虫に行くとまあ夏はやっぱ虫の天国なんですかね花形が登場するわけですねー、うん、大型甲虫とかあとは左に見えてるのはこれ羽の裏側なのでちょっとわかりづらいですけど大紫と言ってえ日本の国鳥え国鳥がそうですね,ですね大紫になってますねで樹液を吸っているとあんなに普段取りづらいものがもう う鈍感になっっちゃって受益に夢中だから左私の指なんですけどもうつっついてもうるさがるぐらいでもう逃げもしないってそうかえじゃあこういう時にやっぱり採集するんですか <laughs> なんかえって申し訳なくて手掴みにできるぐらいなのであんまりやる気が逆に出ないですよね写真でも撮っとくかこれも樹液争いですかえ これはそうですねノコギリクワガタとあとは左がですね風流な名前が付いてて和名で「墨流し」という墨流、ですねあの水面に塗料を流してマーブリングみたいな模様を作る技法ありますけどあれを日本語で「墨流し」と言ってまああんな模様をしてるのでついた画家です。よね蝶蝶々々ででですすすこれなん縦 なるほど。でも確かに昆虫は風流な、そう虫の名前の話この後やろうかっていうんですけど。あ、はい、はいはいはい。風流の名前のやつがいっぱいいますよね。昔の人は結構あまあまああの生きな名前をつけます。ほらうわガイヤって言ってるけどこれは蝶々なんですよ。<laughs> <laughs> いやーこれ綺麗だと思うんだよな。あよくつづよく気づきましたねスズメバチが見切れてる。ね、そう左の方にいますね。うん、そうそう遠慮して上の方にいるんですね。ねそう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 。えー そうなんですよ。大水あおもうそう本当そうですよね。で、いやなんかそうががいっていう人いますけども、はいはい、割と見慣れてくるとがの方が毛がいっぱいで可愛いですか。<laughs> いや、うん、私はそう思うんですけどね。ねであとはヨーロッパの方だとむしろ愛好家はがの方をの方、はい、重宝したりとかしますよね。 なんかそうそう、いや、モスラーもそうだし、はい、割と毛がいっぱい生えてる昆虫って。はいはい、まあ、これと昆虫じゃないけど、クモぐらいじゃないですか。あといるのかな。毛が生えたもの。あの蜂の類でも。あ、そっかそっか。と花鉢とか、ああいうものはふわふわですよね。あとは、寒い時期に出るものは。さっきの姫木不調とかもそうですけど、ふらふら胴体が意外と。ふわふわで。 調べてみると氷河期の生き残りだったりとか。えー、じゃあみんな保温のためにそんなふわっふわなんですね。逆に言うと今、うん、そういう寒い時期に適応しすぎちゃったんで夏に出てこれないから一年一回春にしか出てこうんという話ですね。ーーーーーすねえーここにそのインセクターが持ってきてもらった昆虫がありますけどこれふわふわ <laughs> ふわふわですね確かに。このこれ,これでしょでもこれアップにできるのかな。 えと今画面だと右下に「ウスタビガ」というガンが出てますけどこれ11月ぐらいにわざわざ出てきてですねえで餌も食わんとオスとメスが一生懸命探して出会ってこれならる子孫を残してそのまま死んでいくという餌も取らないのでもともと口みたいなものもないししかもこれはちゃんとここにあそうとされてるんで。 これで裏も見れる。あ、そうですね。あ、でも、ちょっとこれ見づらいか。こ,このあ、ラベルがあるかもしれないです、ね。え、これ、これ、取れる、取れる。これは青森の工藤さんという方から譲っていただいて。えー、あの。あ、これは。これはフォトジェニックですね。<laughs> 超フォトジェニック。えー、足までちゃんと、こう丁寧に毛生やしてるんですね。 なるほどいや大丈夫これは、ね、触ってないこれはこういうおさわりなしでこ, <laughs> このピンだけ持ってるんでおさわりなしですなるほどありがとうございますこれこれいいですねそれは国家型というか一般にはもっとねあの黄色だったり茶色だったりするんですけど特別これ今回見せやすいですね確かに珍しいフォームですねこれはよいしょそうそうそうなるほどで あといろいろ写真をもらったんですけどこんな感じでで、はいはい、虫を集めるっていうでそうそすあの大桑形とかを専門に撮る人って森の中入ってって探す人ももちろんいますけど夜にこういう大出力のライトと発電機を持ち込んでですねライトをこういう開けたところで炊いてやると周囲の、えー、山からどんどん虫が集まってくるという。ああ クレイジージャーニーでもインドネシアでこんな感じで集めてましたね。そうそうそうあのスクリーンを貼るタイプとこういうふうにあのああライト時間のタイプとありますけど、ああ甲虫空中つまりその羽の硬いカブとクワガタみたいなものをやる人は、はい、こっちの方が多いですかね。えー、あなんかそのまあスクリーンのやつと普通のライトとで全然集まってくる種類が違うんですか。例えばガーみたいなものを集めるときにはペタッと止まってもらった方がその処理がしやすいっていうかああ。なるほど。でじゃ。 こういうライトだけは止まらないやつから割と、はい、<laughs> 来るってやつなんですかううこれはまあ昆虫なんで、うん、連中が落ちたものを拾えば済むわけですね<ー>でスクリーンにあんまりガンガベタベタ止まってもらうとやっぱりクマ型専門の人とかはこれどうしていいんだっていうなのでまあ側適当に来てもらって地面に落ちたものがまあ翌朝帰ってもらえばいいっていう、うん、なるほどなるほどでまたねインセクターがいい写真を撮るんですよあそうそうい,いい写真じゃなです これ、これコンテスト出したら、割と。そう、で、こういう風に周りに落ちてるものを、こう拾いに行くのがすごい楽しいんですよね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。あとは、こういう祭祀法って、あの、さっきみたいに、子供たちを連れてくときに。 あのやっぱ小ちさちい子だと直接山の中入るのが危険だったりとかあじゃあ夜中にこの夕飯終わった後とこんな感じで取ってもらう,う大人がもうライト焚いてたりすると、うん、あの広い山の駐車場みたいなところに行くだけでろうせずしてそうだから藪こぎしなくていいということそうですよねなるほどねおすすめですこれかこれもねいいですよねこれはミヤマクワガタさっきのノコギリですねはい で、こんな感じで集めると。はいはいはい。そして、今回いろいろ画像があって、えー、これが。あ、そう、そう、木に止まっている状態。そうですね。夏の初めぐらいに。まあ、六月には、もう、このミヤマクワガタというのが出てくるんですけど。これがね。ね、これ、いい写真撮るよね。<laughs> <laughs> いい写真じゃないですか。なんか、かっつけて撮ってるっていうのは、なんか、発表しないでほしい。いや、いや、いや、これは、これは明らかに。 いい写真撮ってやろうって、いいしよ。そういうことですね。よ <laughs> が出てるんです。<laughs> あのー。三山桑形って。ご存知の方もいるかもしれないですけど、割とこう毛深いんです。さっきの話じゃない。はいはあ,、はあえー、あの関節の周りから、なんか末端から入るみたいなやつでした。そういうわけではないですか。えっとね、足は黄色いんですけど、もともと。あの模様があって、左の写真なんか、ちょっと足オレンジ色してますよね。うん、で。この体表が、あの黄色っぽいのってのは。 毛の色ですね。ああ、この黄色が全部毛なんです、ね。はい。口角の上に毛が生えてて、<ー>出たての頃はこれがあの黄色してるんですけど、だんだん夏が進むに従ってこの右側の個体みたいにこうつるつるになっちゃうってことですね。ええ。長生きしたやつはだと思っていいですね。だんだん抜け落ちちゃうんですかじゃあ。 やっぱり、あ土潜ったりとか、してるうちに、だんだん毛が抜けてくるみたい、ね。じゃ、これ意味っていうのは、やっぱ産毛みたいなやつなんですか。それとも、なんか、コメントあったり、保護色みたいな。保護色です。一つは。やっぱり、昼間に活動することが多いんです。他の種類に比べて。まあ、もうこの木は、その木がちょっと剥げたところに、まあ、見えますよね。はいはい、その。保護色って、はいはい、その。はい 一色じゃなくて何色か集まると保護色みたいに見えるっていう、ね。そうですよね。あんまり大きな虫が一色だとやっぱりわざとらしすぎるというか。これもその木が削れた部分にちょっとよく似てる。これたまたまですけどすよ,、ね、よく似てますよ。いよく似てますよ。そうそうだからオオクワガタなんてあのオレンジ色してるやつがいないじゃないですか。あいないですね。あれやっぱり臆病なので真夜中活動するもんですからね。っ真っ黒なんですけど。な<ー>るほどなるほど。そうか そしてこれを小学生と一緒に取ると。あ、そうですね。<laughs> 私のあの身内の子供たちと取りに行くんですけど、夏毎夏行くんですけど、もうバカだからこの木の裏側にいるカブトムシに切り取られて<ー>ニコニコしてるんですけど。<laughs> あ、そういうか、うん。<laughs> お、こいつらまだ気づいてねえぞと思って裏側にいるミヤマクマが、ね、撮影したか。女の子は小学生につけたらもう大大反響でしょ。このこの三十秒後大狂乱で。で <laughs> 俺のもんだ、俺のもんだみたいな。<laughs> うわあでしょ。ね。 いいな楽しいですよねそうですよねで,すでこんななんかもう見事なあそうそうこれノノココギギリリククワワ見事なのクワあの一般的にノコギリクワガタなんて華奢なイメージなんですけどやっぱりね波外れてでかいやつっていうのがやっぱり23年に1回出るんですねこれはでかかったですねやっぱりえそういうのは越冬したやつってことなんですかそういうわけではなく幼虫期間が,が長い そう他のやつは1年半とか1年で切り上げるところを、うん、例えば、えー、ちょっと涼しくて幼虫期間を長く引っ張ったやつであるとか、まあ、年またぎのタイミングとかでもうちょっと幼虫やってからさなぎになろうかなってやつがたまに出てくるのでなるほどこれはでかかったですね。ででも背中に傷ああるるししょあのおっしゃっゃてる通りいっぱいありいますねはい これよりでかいやつ近くにいいんじゃないかと思って、<laughs> この後半日俺。近辺を探し回りましたけどね、やっぱりこれが一番でかかったですね。<laughs> 疲れただけで。<laughs> なるほど。いや、確かに、こんなのはちょっと。取ったらもう、みんな、こう興奮が止まらない感じがします。そうですよね。ねそう、ギャンブラーと変わらないです、やっぱり。一匹。あの、伝説的な大物を取ってしまうと、それが。 忘れられなくて、またゲームでハックすアイテムが自動生成されて、はい、運でいいアイテムを手に入れるみたいなでそれやってるともしこ,これ,これこのハックアンドスラッシュゲームでこんなに楽しいんだったら昆虫採集とかやったらもう人生終わっちゃうなとか思うんですけどだから早めに終わったタイプですよ <laughs>、えー <laughs> そうそういや私もゲームをウィザードリーぐらいから、うん、あの宝箱開けてる世代ですけどやっぱわかりますよね <laughs> ちょっとね確か終わった人が出ています <laughs> <laughs> そうですよね <laughs> いやだからみんなほら 養老だっけ久石だったり、ああそうですね。あのあとなんだっけ鳩山鳩山さんもそうでし、だちょっと定年してからこう <laughs> 虫にハマっちゃう人いにのはすごくよくわかります、ね。そうそう、うん、定年後やることないとか言ってる人の気持ちなんか我々にはわかんないわけですよ。<laughs> もう四十定年でもいいと思って。<laughs> あなるほどなるほど。相川翔はどっちかすとブリーディングにハマったタイプだからちょっと違う気がする。ああ<ー>そうですね。うん、でもまあ虫 取るんじゃないですか?。はいはい。<ー>人集めて。なんか何十人かの団体でイベントを打ってるのも、なんか聞いたことあるし。そんな、そんな人。はい,はいはいはい。じゃ、メダカもカブトも割とる。そうそうそう。専門ではないです、ね。やっぱり虫好きで。で、カブトムシの最大サイズが見たいがために。うん、飼育で大きくする。うん、だ、俺は山で取りたいから、こうやって <laughs>。山ばっか通うわけです、ねうんうん。で、秋の虫と。 ああそうですね <laughs> これもこれ右側もいい写真ですね <laughs> これはそうですね座王の宮城県側の座王なんですけどやっぱりヒオドリバみたいな花にこのアサギマダラといったあの渡りをするので有名な蝶が集まってくるんですね <laughs> この時期になるとるえこれストロボなんですかストロボじゃなくてライトなんですかストロボで止めてます右側はこれ写真をやったあれなんか変なふうになっちゃった まあいいなんか変なの出てますねまあいいのかこれみんな出てないレノボスを入賞、まあ、これ写真撮る人じゃないと分かんないと思うんですけどはい、はい、割と右側の写真って撮るの難しいじゃないですか、はい、その。そうですね、はい、やっぱり一つは寄らなきゃならんし、はい、あとは超にだけその光が当たる距離に持ってきて目立たせたいなとかっていう狙いがあるとねえいいですねこれはね で、左は秋なのにクワガタ。っていう秋に取れるクワガタがいるんですよ。ええ、俺、な、なクワガタって言うんですか。赤足クワガタ。という和名がついてて。まあ、足赤いですね。それも。そうそう。で、なんていうのかな。もともと出てる樹液に集まってくる夏の虫に対して、こいつらは。柳の木の枝なんかをかじってですね。自らその樹液を出して。 そこに居着くようなタイプの虫ですね。なるほどで、えー、またちょっといい写真がありますね。あ、これがさっき見せたおイシシャガのあのメスの方で、さっきのオスなんですけど。はい、うん。これこれも秋もでもずっと遅くですけどね。うん、それこそ十一月とか、うん、もう手袋ないとダメっていうぐらいの時期にこれが出てきて。 山あい,いのあのコンビニであるとか駐車場の明かりみたいなところにき、ね、<laughs> てるのをそうそうだから街外れのコンビニの駐車場とかをはいはい用もなく秋にうろうろしてる人はこれが欲しいわけです、ね、これ何枚かもらいましたよそあそう,そう、ええ、完全に新海誠じゃないですか新海 <laughs> 空の色そうこれ明け方六時ぐらいですかね、うん あの近それで駐車場にいるのをストローバー寄るとこんな感じになるとそうそうそうああなるほどなるほどヨークベニマル <laughs> ヨークベニマルヨークベニマルの穴場だということにあの、うん、昨年気づきましたあ<ー> <laughs> ああでもね確かにコンビニはあの、はい、高校と寺でもその高校とこうあ明かりがとってるから。はいはい 確かに田舎のコンビニ行くと虫がいっぱい集まってきますよ、ね。そうなんです。よねあの最近ただ LED に変わってしまって照明で。あ、LED はあんまりその虫を集めることない。あんまり虫が来ないんですね。<ー>波長の問題もあって。あ、そうなんだ。だから街灯とかあの昔のドラマなんか見ると自販機とか街灯虫いっぱい来てるじゃないですか。はいはいはい、我々のええー、まあ七十年代生まれ世代ってやっぱ子供の頃。確かに。はい うん、ラジオ体操終わった後虫いっぱい明かりの下で死んだりっていうのを見てましたけど、うん、最近いないな虫が減ったなみたいなこと言うんですよ、ね。LED になったから明かりが変わっっちゃって確かにそれなんだっけこの化学の虫点ではい、はい、最後にあなんかそんなのありましたよね。LED の波長が虫来ないんで補充用の波長に変えたとかなんかありましたよ、ね、そうなんでよね。 それの逆をやってるのが、あのブラックライトというか、夕方、はい、みたいな。虫好きな方の波長を強く出すものだと、トラップに使えるということです、ね。だから、波長によって虫が認識認識できるというか、好きなのと好きじゃないのとかそうですね。賢い、うん、域がずれてるというか。はい、そういうことになります。なるほど、なるほど。そして、カマキ。<laughs> あ、そうですね。<coughs> これは。 これはオオカマキリよく聞くオオカマキリですけど、はい、で秋がテンション上げてこってね <laughs> で秋だとそのつまりあれですよねその卵を産むからとはい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 あ,あのー、まあ秋のムの代表ってむしろこっちなのかなという気もするしあ,<ー>あとはまあそれこそあのカガテルギがね、うん、これ来てますから最近 <laughs> そうそう来てます なんか人間臭い表情で俺すごい被写体としてはこうすごい好きなんです。うん、あそう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 といってそう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 そいそう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 そあそう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 そ機能うそ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 う ええー、そしてこれか。ああこれがね、はい、秋の目玉の姫大熊形と言ってさっきの赤い狐形もそうなんですけど、えー、それこそ十一月の頭ぐらいまでですねこれが柳の木をかじっててただあの居場所が高い高いというかその標高が高いんです六百メーターぐらいのとこからあじゃあ山登りしないと見れない,い、ね、<ー>そうですそうです。うん。 でなんつったらいいんですかね枝をかじってるの分かりますかね左側の写真だとこから樹液出してこの枝の表面がもう全部めくれてますよねこの下半分の樹,脂樹皮か樹皮の部分をかじって染み出てくる樹液を吸ってるんですけど,どこれが出てくるともうなんかそろそろ今年もシーズン一段落かなという気がしますね。 そしてなんかですね、これは争ってるんですか、交尾してるんですか？あ、オスメスですね。あ、オスメスな。あ,あそう、だかいかにそのなんていうか、デタラメにかじるかというのがこれ見るとお分かりかと思いますけど。<ー>で逆に我々はこいつの居場所をね押し付ける時に、虫自体ではなくてこのかじり跡の方を探して。 なるほど。それが今年のものであるか左にすいたやつ治癒仕掛けの去年のものであるかみたいなところで、えー、あの密度を測ったりとかってことがよくありそ,そんなまたぎみたいなことするんですかだいたい同じようなことやってます、ね、<laughs> これイチャイチャしてるわけじゃないんですよね争ってるんですかイチャイ,イチャついてますイチャついてるんですか、はい、そうなんだじゃあこの後交尾に至るはずですの噛みつきプレイ、えー そうそうまあでも他のオスに取られる可能性を少しでも減らすためにその直接交尾してる時間以外にも一緒にいることが多いですねメイトガードってよく言うんですけどあ,あ他のオスと交尾しないようにしてるわけですねそんなメイトガードそんなのがあるんですねそしてまたいい写真があもう冬になるんですねそうですねああ冬 えー、成虫で冬を越すタイプの蝶というのもいてですね、はいえー、これ近くの森林公園の端っこですけどあったかい日にはですね冬でもこうやって葉っぱの裏でじっとしてたもんがちょっと出てきたりとか、はい、これウラギンシジミという虫ですけど、はい、ちょうどここにありましたよねなんだっ,けあっ,なかったかあウラギンはちょっと違うかな。 もともと仙台にはいなかったですけど昔はあの分布がどんどん温暖化で北上してて、えー、今は割とポピュラーになってしまいましたね <laughs> そうなんですねこれやっぱじゃあしじみ蝶として見れば割とでかめですけど、えー、そんなに蝶として大きい方ではないですねやっぱり裏銀あそうですあの羽,羽の裏側が銀色なので裏銀ですあなるほど なんだっけ昔怪獣でこんなのいましたね <laughs>。なんだっけ？え,えキングマイマイじゃないの？なキングマイマイもいるけどこうかな。え違う違うか違う怪獣かな。まあそれと、えー、あとこれか、えー、これ天童の。あそうですそうです。うん、これも聖虫越冬の代表でですね。うん、あの木の皮を剥がして本当は俺マイマイカブリーが欲しいなと思ってはい、はい、ペラッと剥がしたところにですね、うん、こうやって あの温度変化の少ないとこなもんですからこうやってテントウムシが集団で冬冬越しをしてるんですけどあの粒のでかいやつはカメノコテントウというやつですねは他はは波テントウといってこれ何種類もいるように見えますけど前回お見せしたように<部>ちっこいナミナ1種類です、はい、こんな柄違いますけどなるほど集まってるのはまあ条件がいいからっていう、ね、そうですね そうそう有料物件にはこうやってたくさん虫が集まって入ることが多いです、ね、いやだからなんかですね今回この「オサムシとマイマイかぶり」のその画像がいっぱいなんですけどそうそう冬はそのえなんだっけ冬のおさが,がりっていうこういう越冬してるその特にマイマイかぶりとこうオサムシをこの、はい いろいろこう崖を削ったり、はい、倒木をああ倒木を削ったりして、こう採集すると。で、なんでかなって思ったんですけど、はい、確かにこんな色だったら集めたくなる、ね。これ綺麗ですよね。うん、これ出た時嬉しかったですね。これで三年飯食えたぐらい嬉しかったです、ね。<laughs> <laughs> 本当に。でもこの色はちょっとハマるのわかりますね。確かにね。で、一匹ずつ割と色違ったり、はい、もしくはそのさっきみたいに地域によっても色が 変わるので。はで、はい、その予想行った時に、ねはい、ちょっとその側もありましたけど、え後でお見せしますが、これやって、えー、ボリボリ削っていくと。あそうですね。え、木の皮を削るもしくはその部分枯れというかあの木のこの枝だけ枯れてんなみたいなところに目をつけてですね、はい、えー、中を暴いてみるとこういうふうにあのさっきの天灯虫のように。なんかよくこうやって でクワガタの幼虫とか探す一人じゃないですかあいますねああでもマイマイカブリとかオサムシの方がいっぱいいるんですかそういうわけでうん、居場所がちょっともともと違うんですか一回親になって外に出たものがあの断熱の効いたところに集まってくるのがこのオサムシの類でオオ<ー>クワガタとかはその木自体をまだ食ってるものをあ、まあ、るあなるほどなるほど食べてるよねそういうことですねで冬だからちょっと雪も 被ってそう,そうそうそうですそしてこんな風に色のバリエーションがあると、これはきれいです,ね,ですね。これ宮城県内だけでもこのぐらい色の幅があるっていう、うん。しかもこれ結構地域は同じで住んでる場所で全然違うっていうことなんですか？はいはいえー、左の方からえ北のもの、あそういう感じなんですね。 ぐらいの感じですね。で県の中部、まあ、仙台ぐらいだと真ん中、うん、南に行くとこう青くなってくるものが多いなるほど。つまりえー、おさむしとかマイマイかぶりってここ知ってるのが前提なんですけど飛べないと足で歩き回るしかないもんですから大きな川があったりするとそこを行き来できない。 大河川なんか、つまり、我々で言うと、あの、大陸が違うぐらいの感覚で。はい、そうすると、何千何万年という風に、行き来がないために。固有種みたいになっちゃう。そうですね。あ<ー>まあ、白人、黄色人種、黒人みたいな感じで。人は一種類、こいつらも一種類なんですけど。うんうん、まあ、まあ、その見た目に、バリエーションが出てくるってとこです、ね。でも、このおさむしって、割と大きいですよね。前々かぶりは、そこそこ。そこそこですよね。はい。 そんな大きくてもやっぱ川とか渡れないってこと渡れないみたいですね<ー>そう逆に差が出ないなこの川、うん、っていう時は連中がどうにか渡っちゃうぐらいの川で,で、ね、今どのくらいの大きさってあるんですかえこ,こんぐらいですよねえ結構差が差があるんですその次の矢印に行くと,とあこれ,これかこれかなるほど結構これ一箇所で取ってもまあこんぐらい差が出ちゃうでかいもんとかこれでかいのは本当にでかかったですけどね で左下の違うタイプになるとまあオスなんかでちっこいのも出てきますけど最小2 8ミリ最大7 0ミリぐらいに考えてもらったらいいです。倍以上じゃないですすかそうですねで食べるのが何しろカタツムリなもんでワイワイっていうぐらいでその幼虫期にそんなに大きなものに当たるとは限らないわけですその食ってるカタツムリが。 逆に小さいうちに大きな形ぶりに食いついても引き込まれて死んでしまったりとかするんでそこら辺のこう兼ね合いでですねまあ運よくでかくなるものもいれば手堅くちっちゃいまま親になるものもいたりとかあとは地域性もあるし夏のまあ夏から綺麗いなものっていうのはも,も,もちろんいるんですけどまあ 例えば標本に塩とかを持った時にえ標本になってからでも肉食の虫というのは体の中の脂がどんどん体表に染み出してきたりであんまり脂を抜くなら抜くで手間かかるしほっとから真っ黒になっちゃうしえ夏にもいるものをなぜ冬にわざわざ取るかといえば綺麗だからそうですよねおなかの中は空っぽだし。僕よく イメージしてる前々かぶりってこんなんですよ <laughs>。夏になんかサササって動くのをもう見たらこんな感じなんですけど、だからこんなに綺麗っていうイメージはなんかあんまなかったですね。これあのまあ北かぶりといって我々の地元はまあ仙台というか宮城県というかあの辺なんですけど、まあ北のものは小さいけど綺麗なわけです、うん。で関東から西にどんどん行くに従ってものすごくでかくなっていくんですけど。 まあ色は真っ黒、に近くなっていく。という傾向があって。なるほど、じゃ北の方がいいと。そうですね。これ今コメントにあったんですけど、これ樹液を吸ってて、右側に見えるのは、なんか樹液がこんな感じになってるってやつですよね。あ、違いまこれあの。このあらないっつって、あの型のつまりの親戚みたいなもの。をじゃ、これ殻なんです。はいはい。もう食い終わる寸前ぐらいで。そっか。その切れ端を加えてるのが、ちょっと見えるかなと思いますけど。え、あ、じゃ、ちょっと、いや、薄い。 陸上の貝みたいなやつを、ね、殻が残ってて、はい、じゃあ食べ残しが <laughs> 残ってるんですね。なるほど、これ食事中なんですね。そうです、ね、意外とカタツムリ食ってるところ見ないんですよね。あ、カタツムリ以外の陸上の貝が割といっぱいあるからと。あ,あとは樹液を普段吸ってても、うんうん、まあ極端な話昆虫ゼリーでも買えるわけですカブトムシを噛む。ただあのー、卵を産めとか。 っていう段階になるとどうしてもカタツムリ食わないと、うん、なんていうかねそういうことができないみたいで、えー、イカの切れっぱしとかでも生命は維持できるんですがなんかね幼虫でも、うん、サナギになれなかったりとかいうことがあるらしいですなるほどそ,<う>さそんな感じで、えー、この最初の掴みはオッケーということで <laughs> 第2弾いきますか漫画映画文学の中の虫と。とりあえずまだまだ有料できますか。あげててこっな <laughs> <laughs> えーっと、えっと、まあその趣味の起源としての虫ということで人類はずっと昔から虫と共に生きてたということで。 やっぱスカラベが結構最古の記憶なんですかはい、はい、そういうわけではないのかな何か形として残ってるもんとしてはかなりこれが最古に近いんじゃないですかね。あであれですよねその右側はスカラベが頭にこう <laughs> 頭になってるなんか下手なコラージュみたいですけど <laughs> ななラーり。 そうまあ起源というかうんまあ有志語ということであればこの辺が一番古いでしょうしう、ね、あとは本当はもっと次回以降でお話ししたいところなんですけどその虫って例えば我々の祖先もっとずっと遡っていくと猿みたいなもんだったわけじゃないですか。はい、その時代単に、まあ、かか確実に虫を食っていうのはあるんっぱり 虫ってかなり割合高かったはずで,で、ね、単に食い物として取ってるうちに、えー、例えば毒虫を食って死ぬ個体とかあとはなんだろうな蜂みたいなものに手出して刺される間抜けなやつとかもいるはずでの、はい、現人とかの段階ではい、はい、虫に対する知識がないと生き延びられなかった,た多分そういうことだと思うんですよ,ですよね、うん よっぽど蜂に似てるものとかいう虫もこの間やったようにいるわけでそういったものを厳密に見分けるであるとかだから今はほら猫とか飼ってる人はわかると思うんですけどはい、はい、別に猫とか普通に虫食べるじゃないですかはいはいはい、はい、だから哺乳類が虫食うのって普通だっていうことですよねそうですね、うん、だから貝は貝塚として残りますけどね虫はなかなか溶けちゃうんで形として残りにくいんですけど食ってたはずでそういうところから単に目の前を張ってる 食い物だったものが<う>ある時、やっぱりその興味の対象になった瞬間っていうのがあるはで。ん、はい、ああ、わかりますよ。だから、このスカラベは,はい、はい、その。糞を玉にするのが、太陽に見立てられたっていうことですけど。あ、そうですね。そ,うですねそんなに身近にあるんだったら、割とその新精子されてもおかしくはないとい、ね。そうなんですね。うん、で、人間が農耕なんかを始めると、一年のサイクルを意識しなきゃなんなくなるし。はい でそうすると一年の概念ができるとまあ大雑把に春夏秋冬毎年春になるとあの虫出てくるな。あかりますわ、まあ、つまり人は虫と共に生きてたはずだとそれなのにここんんなに虫をキモがっっててどうするんだってことでしょ <laughs> う、まあ、ちょっとねだからなんかそのこのあと最後に皇居の話をしようと思うんですけどちょっとね科学に行ってきたんですよスタジオに近いから。はい、ですごいなって思ってて思でその 皇居の生物層の調査をした。展示があって。で、まあ、いろいろ展示してるんですけど。なんか虫だけ、ああ、虫やだ、虫やだめとか言う人いるんですよ。え <laughs>、ね、え、ええ、とか思って。ちょっとびっくりしましたね。やっぱり、そんなに都会化しちゃったんですよ。人間は。まあ、もう、もう一面で、その気持ち悪いって言うための道具として。使われてる部分もあるので、ああなんか不遇だなという感じをしますね。だって。 最近ダッシュ村とか、はいはい、虫にまでモザイクをかけかけ,<え>かけるを得ない勢いじゃないですか。<laughs> ああ、まあじゃか。まだまだ大かの話もありましたけどね。ダッシュムだって必ずうんこにモザイクかけるじゃないですか。<laughs> そのそのタヌキとかのうんこに。そう,で、ね、そうだからもうあと三四年したら昆虫にモザイクかけてもおかしくないですよダッシュムだから昆虫食の文化が追いつくかモザイクの方が先に来るかですよね。えー、ちょっとやばいですよね。<laughs> ゴールデンタイムだからお食事中の人が多い時間帯に虫を食べる映像ってもうぴったりのはずなのにねそう言ったらそうなんだけどまったくそしてまあ、えー、とこういう文学の題材にも一応なってると、ねまあ、源氏平家蛍あとクワガタみたいなのもあればそう,そ,うそうですそうです この地獄極楽っってアゲハでしたっけあれ黒いアゲハにああええー、まに、あ、同じものに対して両面の「地獄町」という名前もつけば「極楽町」という名前もついてるってああその時々でちょっと意味合いが変わっちゃう,うです、ね、っていうことですよねそして、えー「源氏パイ」「平家パイ」のことがあるとちょっと「いを取りたいなと <laughs> 源氏」と「平家」ってまあまあ源平合戦なんてのは古いもんじゃないですか。す古いもんね。 そういうものが、えー、例えばこれは方言ですけど、ミヤマクワガタに対して源氏ノコギリクワガタに対して平家とかっていう名前が当てられてたり、うん、でカブトムシに弁便形行ったりするぐらいでやっぱり相当昔からやっぱり子供の興味の対象になってたことは間違いないですよね。ね特にそのカブトの飾りとはい、はい、その同一同一っていうかなんかまあ。 モチーフになった,りしたからう、ね、っていうことですよね。うん、で、あとは僕、えー、この左の神様<あ>、えー、神様トンボか。よく神様トンボって俗に言いますけど。はね、俺よく知らなかった。あ、そうだったんですね。えー、あのハグのトンボとか青肌トンボって言って、あの羽の黒いトンボのタグ言いますけど、カワトンボの中で中でもまあ羽の黒いものって特別視されてるというか。うん 確かにこんな真っ黒なトンボがそこら辺飛んでたらちょっとなんか神聖なものを感じちゃうのは普通のトンボってやっぱりあの赤トンボぐらいのイメージをみんな持ってますけどまあ胴体も細いしなんか変な,なトンボが多い。お盆に虫飛んじゃねえとか怒られるんですけどせっかく夏休みなのになんか禁煙期間みたいなの設けられてた,たまるかって話ですかね。その子供の頃 なんか夏に長野に行ったりとかすると割と珍しいトンボ飛んでるじゃないですかでもそれは神様だから、はい、神様だからとはその時は言ってなかったですけどそれは捕まえると本当呪われるよみたいなことは、ね、あんまり接種をするんだって言,うんですよ、ね、言われたりしましたね。はい、であそうですねトンボ減ってるのはやっぱり半分水星だからっていうのも。幼虫期間がすごい長いですからね,、はい、ねやっぱり水の中いる時間の方がむしろ長いので。うん でもう一つは、えー、ゲンゴロウみたいなものって水の中にいるけどエラ呼吸ではないじゃないですか。はいはいはい。お腹の先っちょとか羽の中にこう空気溜めてて気門、はい、呼吸をしてるんですけど、トンボの幼虫ってやっぱり水の中でしかもエラ呼吸なので体内に直接は,はい水取り込んじゃう分もっとダメージが深刻なんですよね。水質変化に敏感だと。ものすごく弱い。 えええらなんですかあれはあれはら知らないです。魚、えー、のエラに似たやつがあるんですかじゃあ。あの尾端というかあの尻尾の先っちょにエラがもう露出して見えてるものもあるし、えー。それは知らなかった。そうなんですね。だから成虫になる時にそこをもう体の作り変えちゃうっていうことですか、ね。成虫だとキモになると。はい 知らなかった。そうなんですね。えそれヤゴだけなんですか。ヤゴっていうかトンボだけなんですか。そのエラがの,いやいやの。いあの他に。カゲロウとか。あ<っ>。もうそうですね。大体。大体。あのタは。大体実名しそうなやつですね。<laughs> なんか儚い命のものかもしれないですね。るカゲロウ詞です、ね。実名推し。ああ。せっ。ちょカリハザイも禁止すべき。あ <laughs> 確かにね。確かに、ね。そういうのがね。ゴルフ場から流れ込むやつですね。そうそうその場所以外で。 えー、あの被害が出るってことはありますよねやっぱり。りで右側はまあ少量バッタで<あ>これ本当は漢字で精霊って書くと。はいはい、精霊ですね <laughs> はいはい漢字で書いたら精霊、はい、少量バッタ。なんていうかそのグループの中でちょっと変わった感じの形してる虫という意味ではその両方そうですねトンボの中でもなんか左は痩せてて羽黒いしバッタっていうとそのトノサマバッタとかイナゴみたいな顔が平らな、うん 仮面ライダーのモデルになったあのタイプをどうしてもステロタイプのバッタとしてみんな思い描くんですけどはい、はい、顔ちょっと尖っててはい、はい、なんかねシュッとしたバッタなんでちょっと変わってるのか僕は神奈川川崎にいたんですけど、はい、川崎にいたバッタは少量バッタが多かったですね。ななんかか米がいいっぱあるら 教によって優先すする場合はありますよ、ね、あのバッタとかも似た形してますけどうちの近くは少量バッタばっかりでだからライダーがバッタってやりたいなんかちょっと実は出てこなかったりとかしたんですけどまあつまりなんでこいつらがそのグループの中で特別その神様だったり精霊だったりみたいな扱いを、えー、一部で受けるかといえばちょっとそのグループの中で異質な形でつまり何て言ったらいいんだろう ルトラ兄弟の中で「セブン」みたいなちょっと異色じゃないですかんか目の感じとかカラータイマーついてないとかここにアイスラッガー肉抜きしてあってんなんだろうこいつちょっと変わった感じがするなるほどそういうことですねそうそうまあちょっとゼーそうンうムタイうみたいなそういうそうでうそういうことですなるほどそう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 う えー、そしてまあ、えー、お盆の時に昆虫を殺しちゃいけないっていうのはその魂が昆虫になるからという話題を、えー、通ってそして、えー、手塚治虫とさっき治虫むしの前かぶりでもありましたけどこれはぜひインジェクターがこれだけは喋っておきたいということで <laughs> こ,こ,ここら辺までは無料にしましょう。えーまあ、つまり この手塚治虫が虫大好きっていうのは、はい、まあ超有名でしたし、はい。治虫、手塚治虫の治虫が治虫が,が,が好きだから、治虫になった。は,はいはいはい。っていうことなんですけど、え、でも実は違うと。そうなんですよ。うん、治虫、厳密に言えば、その治虫のグループの中の。マイマイかぶりが元になってるんだよっていうところを、ちょっとだけ話しとこうかなってうう思ってて。はい,はいはいはい。まあ治虫とマイマイかぶり、似てるっていうか。 主っていう大きなグループの中にマイマイかぶりがいるってことですけど特産種と言ってもいいですねでんて言ったらいいのかまずマイマイかぶりがなんでマイマイかぶりなんてこうリズミカルな名前になってるかといえばマイマイってカタツムリですねさっき言ったあれを首をこう中に突っ込んで食べるように。 それで殻をかっっちゃうらてそのためのこの首の長さでこれ右下の3匹が毎マイマイかぶりでほかがおさむしそうですそうです。冬の一日の収穫がこれだったりするんですけど殻の中に頭を突っ込むにはこんだけの長さが必要だってう、ね、そうですそうです<ー>そのためのこのなでん型首長体型であるっていうところなんですなるほどなるほどで あの人自身もそうだし弟さんも公園とかでたびたび行ってたらしいんですけどそのああで<も>なるほどで似てるそんな首が長いっていうことならばお三しじゃなくて前かぶりだろうとそうなんです。<laughs> でわざわざその弟さんも訂正してるぐらいなので。 だから本当は手塚まいまいかぶりに。なるはずず。広、はい、い意味で、まあ、もともとの名前がおさむだから、かぶせておさむしなんですけど。うん、あの人が、あの、俺これに似てて、さ名前取ったんだよって、小学生の頃に。図鑑を指差して言ってた虫は、確かにそのまいまいかぶりであったという。話です。うん いやこれがその手塚治虫がその子供の頃使ってた図鑑ということで、はい、前インセクターに貸してもらって読んだりしたんですけど戦前の図鑑ってこうなんですねそこに載ってましたね確かに、はい、治虫としていかぶりが。でえー、とまあそれで手塚はいろんなものを題材にもしてましたがはい、はい、ミクロイド S がお好きなんですかえそういういいわけじゃない やっぱり虫を直接扱ってるという意味ではまあミクロイド S ぐらいを持ってこようかなというふうに思ってたんですけそういうことなんですか。で、はいね、この「タイガーブックス」の中に入ってる「ゼフィルス」っていうのはその戦,戦時中の,その昆虫少年の話で割とこれは有名で僕も手塚いイベントにネタにしたりとかしたんですけど、はい、そ,うそれはなんかあからさまじゃないですかミクロイド S が。<S まあまあ ミクロイド S、まあ、なんで扱いたかったか,そのなんかまあ今擬人化みたいなことって、ね、あの流行ってますけど <laughs> だいぶこれアニメにもなったはずですけどあとは手塚治虫がさっていう話を虫と絡めてしようとすると意外とその分野以外の人から「うんうん、あ,あミクロイド S だろ」みたいなことを意外と言われるので。 案外この辺アニメんなっただけは確かにアントマンに激にですけど、そうそうアントマンが誕生したのはこのここら辺じゃなかったかな確かにどっちが先かって言われるとちょっとわからないですね。ねそうヤンマとかアゲハとかいう名前がついてるんですねキャラクター。でえっ、ー、と <laughs> そのオサムの手塚オサムのそのマイマイカブリの話は、はい、えここじゃないかまあどっかには載ってると思うんですけど。 ええー、そして自分が描いた絵も、はい、ここに載ってると。そうですね。<あ>これだいぶ若い頃というか、小学校、えー、小学生,学生高学年から中学生にかけて、うんえー、自分で描いた。<あ>自分で図鑑を作ろうとしてたんです、ねね。あの島さんがあの差し入れくれたんで、これ食いながら喋ってる。<laughs> <laughs> ごめんなさいね、ごめんなさいね。<laughs> あ<ー>そうそう。で右は当時ね、その塗料というか顔料みたいなものすごい貴重だったらしいんですけど。うんうん 伝説ではこの赤の部分に自分の血を吐いたとか。ああ、そうそうそう。そうそうでもその血の赤ってこんな赤で残らないでしょ。そう退色しちゃうんでゃうで,で、あんまりにもその劇的で有名なエピソードになりすぎて、なんか周りの人はちょっと違うんじゃない？ちょっとまあそういうことも言われてますけどね、まあ、みたいな感じでやんわり否定はしてましたね。まあいずれにしても見事ですよこれは。 ちょっとやっぱこれ本当に好きなんだなっていうじい感じがしますよね。じゃないとここまでは自分で図鑑が手に入んなかったらみんなに見せるために一冊作ってやろうって本当に絵から描き始める人そんないないはずだからへ。ヘパリン入れたら固まらないよ。<へー S 1> <laughs> そしてヘパリンはそんな入手できないよすで。<laughs> なるほど。 でえー、そしてですねえー、あとこれかああそうですねハイライ目のハイライトですねそうなんです、ね、であの人割とそのデザインの仕事漫画の仕事をするようになって、はい、で自分の知ってる虫に立ち返ってみた時にかなりその立ちの悪いぐらいの擬態をやってる虫がいるんだっていうことにある時まあ気づいたようなんですよく目玉模様を あの威嚇に使ったりまあその食われてしまう丘がこれは目玉模様をつけてるんですけどそのより出来のいいものはですねただ絵に描いたもの,のに説得力を持たせるためにそのハイライトというか目の輝きをわざわざこう入れてくるわけですねこの画像を見るとわかりますけど。いはい,はい,いやーすごいなねつまりこれがフクロウですけど。ははい、はい 本当は、まあ、黒目があって、はいはい、黒目は黒一色だけどパッと見その光の加減でハイライトが絶対入るとそうなんで,すでその生々しさにぎょっとするというかで昆虫は擬態でその構造ではなく、はい、その見かけでハイライトも入れた形で擬態してるっていうことです,ねですよね確かになるほどつまり最初は単なる目玉模様だったに違いないんです、うん、ただそのうちたまたま真ん中にちょっと白い模様が入ったやつが ちょっと食われづらかったんでしょう。<ー>で、だんだん、その目ん玉っぽさが。洗練されていった結果。<ー>こうなって。こ,これもハイライトが。いっぱい入ってると。そうですね、そうですね。なるほどね。確かに、確かに。あまりに似てるんです。確かに。そう、そう、そう。で、あと、あれか。ちょっと、これは僕が入れたんですけど。その、まあ。手塚が。昆虫大好きってのあったんですけど。はいはい でそれからそのまあ手塚が意識してるとわか,からないけどもその変態のメタモルフォーゼを作品に取り込むようになるということでまあこの人間昆虫記もそうですしっでやっぱりなんか手塚治虫はもうや本当にやばい人なんでちょっと昆虫にエロを感じてるじゃないですかうー <laughs> なんか人間昆虫記ってそういう話じゃないですかなんかあの IL とかあそう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 つまり その昆虫が幼虫から蛹なぎから成虫になるように、はい、女が変化して成長するみたいなのを重ね合わせるじゃないですかメルモちゃんとかそうそう、まあメタモルフォーゼのメルモですから割とそれ俺やばい発想だと思うんですよ。でもどこに端を走ってるかというかその根っこは。 そこから来てると思って、俺は間違いないんじゃないかなと思います、ね。なんかね、このメタモルフォーゼっていう短編集は、えー、そういうメタモルフォーゼというか変態の話を。一冊まとめてるんですけど。はい、なんだっけ、こん中のカフカフカかなんかかな。なんか。罰、はい、でイモムシに改造されちゃう話があるじゃないですか。なんか。あやっぱご存知。ご <laughs> 存知ですかあの。名前もオリジナルと同じように、ザムザってついてる。そうそうザ、ザムザ、ザムザ復活から。ザム あれとかちょっとやばいですよねもう韮い人とか絶対これにはまってて <laughs> その怪人とかデザインしさん。だからんか近未来の話で、はい、その罪人は反獣人に改造されちゃうんですよね、はい、あその着物に改造されちゃう。はいはい で彼女が獣に改造されたんだけども人間が残っててその手塚治虫が大好きなその獣フレンズみたいになって,て <laughs> でかのはん半人半獣の彼女にもう超エロを感じて助けようとするんだけど、はい、それが暴れて主人公がその芋虫にそのイモムシはその罰なんでそのゴミを食べるイモムシという,もう最下層の 最高裁の昆虫に改造されて、もうずっとゴミ処理でゴミをもう食べるんだけど。でもある日っていう、ある日復讐を果たすという、最高のエピソードじゃないですか。やっぱり、これはね、ぜひ皆さん読んでほしい。俺、小学生の時に読んで、本当大ショックを受けましたよ <laughs>。だから、もう一方で、多分ね、あの。 ゴミ虫扱いされてる虫やのメタファーだったりするのかとか。それはあると思う。主人公だし。主人公でしかも男だしっていうだから女はエロいけど。男は今も死ぬ。そう感じがね。まず、これあれですよね。そのお産をしか前舞い被りかと。ああ、そうですね。そうですね。いうことで、こんな感じで、まあ、他の作品についても喋っていこうと思うんですが。まあ、ここら辺からね。有料にしますか。ここら辺から。 大丈夫かな？大丈夫ですか皆さん？え、食いながらやるの新しい。今回はね、僕あんまり喋らなくていいからちょっと食いながらやってますよ。<laughs> というわけでえっ、ー、とですね、次回はですね、3月20日水曜日7時から、えー、映画バンブルビー公開記念ということでトランスフォーマー講座をやります。で、えー、最初の1時間が公式放送なんで皆さんご注意ください。 えー、そして、えー、有料になってからは、えー、面白い話がたくさんありますし島さんも出てくれます何か、はい、<laughs> かありますさんもも食べてじゃあそんな感じで大丈夫かなで、えー、と次回「トランスフォーマー会」で「時事会」いやいや公式初めてですよ初めて。成り上がってますから <laughs> で、その次は、えー、スパロボ会と。で、その次の次の会、まあ、その次の次の次の会は。えー、っと、なんていうか、アメコミヒーロー会ということで。もう、本当に楽しい会がいっぱいあるんで。今日、入っても、全く損しませんよ、えー。じゃあ、あそんな感じで。<laughs> じゃあ、ひとまず終わりにしますか。はい、じゃ、とりあえずさようなら。